はい、皆さん、競馬 V の競馬 V による競馬予想の方やっていきたいなと思っておりますけど、よろしく、どっこいしょー。まあ弟子やったらパンパンやな、お前。はい、おはようございます。俺です。競馬 V でございます。おはようございます。中京11レース、高松の宮記念、皆さんやってまいりましたね。 G1 高松の宮記念1200も芝ね、これでね、今回ね、18頭立て、ありがたいですよね。やっぱり G1 は、最低でも18頭いないと面白くない、フルゲートじゃないと面白くないというね、ことになっております。はい、まあ今日天気もね良さそうなので、そこまで天気の影響はないとは思うんですけども、ちょっとね、人気が割れてきそうな感じがしますよね、どうしてもね。でもね、今回ね、この G1 高松宮記念、どうしても当てたいので、今回は4頭ボックスでちょっと厚めに行ってしまおうかなと。給料日前なんでね、ある分のお金はたいて回収させてもらおうと思ってやりやす。なので僕が今一番いいかなと思ってる馬、いきますよ。デレン、2番マッドクール、マッドクールね、ダークエンジェルっていう父の、産駒なんですけども、まあ前走香港スプリント、まあ香港行ってね、あの8着だったんですけど、これを除いてなんですけども、まあスプリンター2着だったという実績もありまして、前走ね香港スプリントで通用するんじゃないかなと言われたところ、やっぱ通用しなかったんですけども、まあこの馬1200のみにかかわらず、まあ1004とかも走ってて、そこでも実力もありましたし、まあ1600新馬戦で3着で、ダートでも3着とで、まあ順応できる馬で、なおかつこの中距離の実績もいいということもありまして、俺はマッドクール、ここは熱いかなと。なおかつ騎乗も坂井流星ということなので、俺はこのマッドクールに、一本惚れております。はい、なのでマッドクールを買おうかなとまず思っております。そして、次の1頭は5番の東進馬鹿を、東進馬鹿をね、連勝中、そしてこのビッグ朝3区ですよね、なんですけど、この東進馬鹿、今回ルメールが乗るこっていうこともあって、ちょっとなんかあるんかなと、俺思ってます。でこの G1 を取って、ちょっと一変する馬かなと思っておるんで、ここはルメールによることによってちょっとね、変わってきます。はい、なんで内枠ですし、まあ条件としては絶好かなと思ってます。まあ能力も高い馬かなとは思っておるので、ここも買いたいなと思っております。はい、そして、3投目なんですけども、3投目は16番、ウィン・マーベル、ウィン・マーベル、まあずっとね僕買い続けてきてるんですけど、スプリンター2着っていうね、実績もありまして、ちょっとね昔ほど実力はこう能力落ちてきてるんかなとは思うんですけども、この阪神カップと阪急杯、これ勝ち切ったのはかなりの、実力者だなと思っております。この阪急杯だってまあまあ別に弱いメンバーでもなかったし、阪神カップに対してもね、まあ、強い馬にも勝っておるんで、やはりウィン・マーベル、これ人気を落とすんであれば余計買わなあかんなと、はい、思っております。そして、今決まったのが2番のマッドクールと5番の東進馬鹿を、16番のウィン・マーベルでしょう。もう一頭、信じてみようと思っているのが14番ママコチャね、ママコチャ黒船3区ですよ。まあ今回のこのレースで、スプリンターがまぐれやったんかどうなのか、阪神カップもちょっと一番人気ながら5着とちょっとやってしまったっていう面があるんでね、ほら川田優がちょっとね巻き返さなあかんかなとは思ってるんで、ただでもやっぱスプリンター勝つっていうことぐらいなので、やっぱ実力と能力はあると思いますんでね、はい、ここも信じて勝っていこうかなと思っております。ですので競馬 V の、今回の予想としては2番のマッドクール、そして5番の東進馬鹿を、14番ママコチャで、16番のウィン・マーベルの4頭ボックス、馬連ワイド、
行こうかなと思ってます。はい、皆さん、こんな感じで今日は買っていこうと思ってますんで、まずは G1 を楽しむと、見て楽しむということをまず忘れずに、なおかつ、馬券が当たれば最高かなと思っております。そして、説明欄概要欄の方に僕のね、一押しの、無料予想情報サイト競馬のねあるんで、もしよかったら無料登録だけでも、してくれたら本当に助かります。はい、ですんで皆さん今日も元気よく、仕事の人は仕事、競馬を楽しむ人は競馬を楽しむ、競馬戦と休む人は休む、はい、人それぞれと思いますけど、今日も元気に頑張っていきましょうということで、競馬部の高松宮記念のよそのほでした。皆さんありがとうな。チャンネル登録、コメント、高評価の方マジでよろしくな。ではな、じゃな。